こんばんは。時刻は20時を回りました。4月19日火曜日、ウェザーニュースライブムーンのお時間です。この時間の担当は檜山沙耶です。3時間どうぞよろしくお願いいたします。今日もご参加いただきありがとうございます。現在の空の様子はいかがでしょうか。生放送でお送りしていますので、ぜひ現在のお天気や気温についても報告としてお待ちしております。また先ほどゆかりんさんとクロストークをしていたんですけれども、今日は地図の日なんですね。どうでしょうか皆さん、地図って普段使えますか。特にこう旅行先などで慣れない土地ですと、地図を片手に、ね、行く方もいらっしゃるかと思うんですけれども、いかがでしょうか。もし皆さん2日3日間ぐらいお休みを取れるとしたら、どこか行きたい場所はありますか。地図というよりも、最近はスマートフォンの GPS で向かう方も多いのではないでしょうか。各有私ももう GPS 派です。地図を読むのが結構苦手な方でして、 GPS だと自分が動けば GPS も動くのでなんとか頑張っているんですけれども、今日もあるクレープ屋さんに行ったんですけれども、クレープ屋さんが何軒かあってちょっと道に迷ってしまったんですよ。でようやくちゃんとマリオンクレープさんに行けまして、呪術廻戦のクレープを食べに行けましたはい、 GPS を駆使して今日は念願の、今日から始まったコラボのクレープを食べることができました。日常からね、やっぱ地図を使っている方や GPS を使っている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ぜひ皆さんももしこう行きたい場所などありましたら駆使して訪れていただければと思います早速行きました。もし遠出できるんだったとしたら、北海道のニセコあたり行きたいなという話を先ほどしました。ぶっ込んでくる？本当ですかそうです、今日の呪術廻戦、最近毎日のようにお話してますね美味しかったですよ。お仕事楽しんでます。私の今年のモットーとして、お仕事も頑張るっていう、お仕事も頑張るですよお仕事もワークも頑張りますし、押すことも頑張ります。はい、ということで、ぜひ皆さんも楽しみを見つけて今週もお過ごしいただければなと思います。